どうしたもんか。あ、壊れちゃった。しまったな。厄介だな。突っ切れ突っ切れ。よし、つくね。あ、もう基地に入ってるよ。こいつか。人物だと聞いている。気をつけてくれ。おわ、こいつのためにね、あのちょっと攻撃の手緩めちゃったんだよね。当たった。もう一発。あら、届いてない。ダメだボス、その攻撃は無効だ。他の場所を狙え、あるいは武器を変えるんだ。当たってる。当たった。よし、これね、射程距離がね、こっからだと短かったから、ちょっと上狙わないとね、落ちちゃうんだよね、弾道が。それ部隊長眠らして。どうすかな、もろ警戒態勢だしな、みんな。砲撃。Please select a strike point. 砲撃をお願いしてみよう。あ、結構使うな。さて、どんな威力があるんだろう。あの部隊長眠んねえな。当てたんだけど。来るぞ。おおおお、ナイス。指紋に穴が開いた。これでヘリが近づけ、拠点周辺のランディングゾーンが使えるようになったぞ。攻撃楽だな。いいぞ、その調子だ。すっげえ楽だよ砲撃。あれ、あの部隊長眠んねえぞ。なんでタフなやつだ。麻酔銃に2、3発食らってんのに。どう潜入しよう。一人一人排除していくか。あ、バレた、バレた。とりあえず向こうに木を取られてるうちに。難しすぎる。砲撃すれば楽勝だけど、一発9000だもんな。高い高い。でも確実だね、砲撃やると。動いてない敵に対しては。
さて、ここから潜入するか。あれ、ほんと部隊長眠んないぞ。お、あいつタフすぎだろ。まず戦車に気づかれないように動かないと。おお、来てる来てる。外れた。すぎでしょ、あの部隊長。ちょっと C4 が足りないかもしれないから、一応武器のここで。ああ、もうこれも結構使うな。あー、起こされちゃった。眠れ早く。あ、あ、そうだ。よし。来た来た来た。よし、シフォンも満タンだ。よし、これで行こう。ゆっくりゆっくり。受け取った。あとは任せろ。戦車にはね、まだ気づかれてないから。バレた。やばい。いや、戦車からの砲撃が。うわー、戦車がこっち向いてる。来た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 。うおー、撃ってきた撃ってきた。逃げろ逃げろ。うわー、難しいよこれ。向こうを向いてる間に。もうね。
しよし、気づいてない。よし、当分起きないからね。対空砲じゃ壊せないよな、あれ使いたいけど。なになになに、ブッブーって。え、なんか今ブッブーって聞こえたけど、車来るか。早く行け。あー、眠らしてるからバレちゃうかも。12時か。とりあえずあの C4 やつさえ。よし、気づいてない。まあ、部隊長はあれか、物陰に隠れてるからチャンスかな。壊れてくれよ、次こそ。いや、部隊長見えてるな。部隊長から排除しよう、先に。敵もあそこずっと捜索してるから、当分は戻ってこないね。危ない。あ、やべ、敵が戻ってきてる。マジか。あら、よし、やばいやばい、消し飛べ。よし、壊れて、壊れてない。壊れた。よしよし、見事な手際だ。さすがだなボス。よかった。あとは大隊長だけだな。なんとか。おーっと、砂嵐、いいところに来た。紛れて逃げるぞ。でも C4 でも全然壊れなかったな。硬すぎだろ。クリア。グダグダだったけどクリア。まあね、それほどあれだよね、メタルギアは難しくなってるね。やりごたえがあるけど。あ、そうか。お前はうちの捕虜になってもらおうか。戦闘数が未知数だね。熟練兵いるって言ったけど、こいつだけだよね。オッケー。早く砂嵐やんでくれ。なんかうまく C4 設置できなかったな最初。まだか。早く 100% になってくれ。よし、はい、脱出しましょう。
ミッション何だったんだ。はあはあ、排除と解除。脱出するんだ。オッケー。ヘリ、または陸路でホットゾーンから離脱してくれ。あ、しまった。ホットゾーン結構広いな。お、新規スキル、いいね。ちょっと待って、駐屯偵察基地があるな。よいしょ。脱出したいけど、ピックアップしてもらいたいけど、ちょっとお金がかさんでるから。よし、あ、だった。よし、マーカープレイス。どうなってんだ。早く眠れ。よし、眠った。後ろは？よし、眠った。今回全然お金が手に入んねえな。了解、回収する。これダイヤ落ちてねえか。受け取った。あとは任せろ。おお、Dフォース。お前、なんでそこにいんだよ。ん？あ、違う、ロマだ。覚悟しようやつを。眠った。Dフォースかと思ったらロマだった。ロマもいんのか。じゃあロバさん回収。よし、のロバ。Development project has been added。結構開発できるようになったね。まだいけるな。 C だろ、やっぱね。そうなるよね。敵警戒数8回でマイナス4万。いやー、お、戦闘班が設立されました。ボス、いよいよ戦闘班の準備が整った。戦闘班スタッフには傭兵として紛争地域に赴いてもらう。これで安定した収入が望めるだろう。この傭兵派遣では班のレベルに応じた比較的安全な任務についてもらう。リスクの少ない分報酬も限られたものになる。だがより報酬の高い危険な任務、派遣ミッションの依頼もある。受けるなら端末から指示してくれ。やった。完成した医療プラットフォーム内に診療所を開設した。負傷や病気、心的外傷後ストレス障害に陥ったスタッフにはここで治療を受けてもらう。他にも必要なプラットフォームがあれば端末から増設を指示してくれ。
いやー、どんどん増えていくね。フォーチュン。これ何なのかな？レスキュー。やべ、素晴らしい人員が今回はたくさん揃いましたね。さてね、どうにか。いいか、アフガンに凄腕のスナイパーが出没しているようだ。ソ連兵の間では致死、クワイエットと呼ばれている。何の気配もなく、ただ獲物を無に返す。すでに何人もソ連軍の要人が命を奪われているらしい。あんたも気をつけてくれ。おっと、クワイエットのミッションが発生したね。次回はちょっとクワイエット仲間にできればね、いいかな。じゃあね、メインミッション一つクリアできたので、どうにか 一区切りと、ここでさせていただきます。ね、次回のね、視聴も、よろしくお願いします。はい、島津でした。それでは、失礼させてもらいます。